ンビアです。フーミンです。若手 TV です。今回は国際キリスト教大学、通称 ICU やってきました。はい、ここでやる企画、キャンパス調査やりたいと思います。いや、もう待望ですね、これは。そうですね、はい、まあ、結構難易度高い大学じゃないですか。はい、まあ、早慶と並ぶと言っても過言ではないぐらい。そうですね。この ICU 結構謎に満ちてるというか、はい、あの入試も複雑ですし、大学の中も分かんないんで、はい、それちょっと今日は解き明かしたいなと思ってます。はい、最近ね、眞子さまと小室圭さんの結婚でも話題になってますから。皆さん、チャンネル登録、高評価、ガヤガヤツイートと一緒の方も絶対お願いします。どんなキャンパスライフなのか見てみましょう。要チェック。分かって TV。 はい、じゃあ、男の子2人組、ICU で見つけました。はい、ICU の学部まず何やるかってね。あ、聞きましょう。学部分かれてんだね。3年生ぐらいから決まるみたいな。あ、なるほど、なるほど。僕はもう決めてて、決まってない人もいるし。あ、なるほど、なるほど。東大方式採用してるみたいなことね。そうですね。進学振り分けみたいな。ICU のすごいところ、これ聞いてもいいですか？うん、ICU の図書館。お、図書館。はい。で、なんか地下にたくさんの本があって、コンピューターで調べて出せるみたいな。はいはい、それこそドラえもんの道具みたいなことや。はい、なるほどね。お兄さんどうですか ?ICU どんな大学ですか？学食、みんな楽器って呼ぶんですけど、学生キッチンを略して楽器って呼ぶんですけど、はいはい、そこのカレーがめちゃめちゃ好きです。はいはい、毎日食べてます。絶対イチロー好きですよね。大好きです。イチローがね、毎朝カレー食べるみたいな。ちなみに、はいはい、何でしょう。僕はカレーあんまり好きじゃないです。どうでもええわ。そこは何かありますか？ちょっと英語の授業、ELA って言って、はいはいはい、イギリッシュ・リベラルアーツの役なんですけど、はいはい、毎週先生が個人面談の時間を作ってくれる。個人面談？はい、え、その時間にすごい質問だったり何でも聞くことができて、先生との距離もすごい縮まるなと思います。なるほど、いいね。恋愛相談とか欲しい。お前の方がモテてるで。ちなみにその時間、英語で喋るの？英語です。英語なんだ。やっぱ英語得意な人が多いの？そうです、多いですね。あ、帰国子女はでも無双してる。そうです、ね、あ、そうなんだ。僕純ジャパで一回も日本出たことなくて。おー、はいはいはい、苦しいものあったりしますね。あー、はい、でも頑張ってんねや。頑張ってます。英語の授業が、はい、授業中日本語喋ったら限定できるんだ。ずっと英語を使わなきゃいけなくて。あ、そうなの？はい、最初やばいなと思いました。英語禁止ボーリングならぬ日本語禁止ボーリングね。受験生見てるんで、はい、その、でも留学経験ない人でも ICU 入ってやっていけますか？全然やっていきます。やっていきます。授業が丁寧なので、はい、最初やっぱ苦しいなと思うかもしれない。はいはいはい、はい、全然。いや、これめっちゃいい情報ですよ。いい情報っすね。ね、むしろ、むしろ、純ジャパの人の方が、はい、なんだろう、効率的っていうか、あ、すごい効果ある。ちゃんと学べるってことだよね。あ、なるほど、ね。しっかりね。ICU おすすめ。おすすめです。うわ、いいやん。まだ頑張っても、はい、ここに行きたいです。出ました。じゃあ ICU の女の子2人組見つけました。はい、院で何学ばれてるんですか？うん、言語教育って言って、私たちの2人とも英語化教職を。なるほど、はあはあはあ、言語を教えるための専門。なるほど、はあ、お二人はちなみに帰国ですか？純ジャパですか？私は純ジャパで、はいはい、帰国なんですね、はい、どちらの国に？イギリスとオーストラリアに。うわー、うわー、いいですね。お姉さんじゃ純ジャパだったんじゃないですか？はい、結構大変だったんですか？1年目に。でも結構、はい、ディスカッションとか話したがりだったので、はい、そういうのが得意で、はい、逆にみんなの方がちょっと ついていけないじゃないですか、なんかあんま発言したい。マウント系女子やめろお前。どれぐらい1年間その ICU で学ぶと英語力って上がるんですか？あ、それ知りたい、ね、日常会話とかよりかは、はい、か勉強するための英語がみんなアカデミックな英語で、はいはいはい、じゃディスカッションできるレベルまで上がります、もしかして。なんかでもみんなすごいできそうですね。すげえ。ICU の中にいると帰国子女とかがいて、はい、できないって思いがちだけど、はいはいはい、外出てみると、はい、できる人になっちゃうから。おー、はい、すごい。いや、これめちゃめちゃすごい。受験英語でまあ頑張って ICU 入るじゃん。はいはいはい、はい、1年でディスカッションできるような。すごいね。いや、これもう留学やん、これも。あ、ほんまや。ねえ。なんか留学生とかも多いんすか？うん。じゃあ世界の人と友達になれるみたいな。ちょっと気になること聞いちゃっていいですか？はいはいはい。いろんな国の人がいると、はい、やっぱこう恋愛とかね。ああ、国際恋愛。ちょっとね、どうなるのかなっていうね。ちょっといいですか、先にちょっと。早いですか？いやいや、もう聞いちゃいましょう。早いですか？大丈夫ですか？ちょっとお昼ですけどね。いいですか？国際恋愛ありますか？あるよ、全然あります。なんか留学先で、はい、まあ、短い6週間のプログラムがあるけど、ここでもある人もいるし、はいはい、3年時に1年間やっぱり行く留学のコースもあって、はいはい、そこで出会う人もたくさんいたり。お二人はちなみにそういう経験は？私は恥ずかしいです。おー、はいはい、言える範囲でね。一瞬その6週間の時にいい感じになった人。喋、はい、りたがり、喋りたがり出てますね。B 山も、はい、ちょっと6年付き合った感じと別れたんで、もう次はちょっと外国の方と付き合って、ちょっと英語学びたいなと本気で思ってるんですけど。あ、ぜひぜひ、いいですか、本当に。俺、いい入り直そうかな、これ。
純な目的で行くな。いやいや、じゃあいいでしょ、国際交流したいんですよ。おい編集夜のとかつけんなよお前。絶対つけるやろお前編集。ICU の2人組つきました。はい、仲いいっすね。どういう関係ですか。うん、僕たちですか。はい、ちょっと言えない関係。おい、飼い主と奴隷か。やめろお前。そういう関係。 ICU はどうですかお兄さん。いやいや、もう本当にいろんな人がいて、はい、毎日楽しいです。いやもういろんな人がいて楽しかったエピソード、ね、楽しかったエピソードあります。いや振るな。ちょうど今ハロウィンやないですか。はい、あ、そうですね。今10月末です、ね、去年のハロウィンは友達7人ぐらいでディズニーパレードしました。おお、ディズニーパレード学校で。学校でディズニーパレードしました。どういうこと。僕アリエルだったんです。はいはい、学校の中をうろうろうろ。おお、楽しいな。でもエフラン大学やね。やめろ。やってることはね、ないの。アリエルの写真。アリエルの写真。ああ、それ見たい。まあ楽しそう。え、でもちょっとちょっと、物騒いな。他なんか ICU のなんか魅力とか。ね、食堂とかおったら、はい、いろんな言語とか教えてる。あ、それすごいね。すごいわ。みんなルーを芝語で。混ぜてんのね。あとは、うん、バカ山。バカ山っていうメインのキャンパスの前にタラッパみたいなのがあるんですけど、そこでみんな平気で寝てるみたいな。おお、バカ山、小山、もうすぐ B 山もできるか。やめろお前。いや俺のタラッパもうやめとき。ここしかも。はい、 ICU はどんな恋愛が多いですか。学内でこのなんかラブラブしてるイメージちょっとありますよ、うん、いや結構ありますね。ちょっとああ、もうチュッチュしちゃうとこ今。バカ山でね。バカ山。バカ山でね。バカ山食堂。はい。あとは寮のお部屋かな。あら。寮もあるのね。寮がたくさんある。あ、寮がたくさん。二人は寮やったりするの。僕は寮。あ、寮なんだ。寮。一人暮らしの人もいるの。え、結構寮が多い。3分の1寮って。おぉ、めっちゃ量だ、ね、確かにちょっとアクセスはあんま良くないかもね。まあちょっと遠いね。駅が遠いもんね。そうですね。え、量の楽しい話も聞きたいな。量によって種類が全然違う。はい、はいはいはい。例えば僕は男子寮。あ、男子寮。はいはいはい。やっぱ周りからしたら一番やんちゃって思う。あー、なるほどなるほど。使ってもらえるか分かんないですけど。はいはいはい。先輩が、和歌山まで走っていく。いやいや、やること昭和。じゃあ ICU の男の子見つけました。はい。どうですか ICU。女子がすごいいますね。女子が多い。男子校出身なんですけど、はい、はいはいはい。女子対男子が、はい、7対3。はい、みたい陸ぐらいいて。はい、いや、いいね。最初は緊張しましたね。ああ、いいや。興奮してこんなとこ立てるなよ。やめろよ、お前。ちょっと。やばいやばいやばい。お前、ちっちゃねえだろ、やめろ、お前。興奮して立ってもうてるから。風が強いです、今日ね。じゃあ、女の子 OK。振り合いとかもあるんですか。振り合いですか。なんかちょっと言っちゃう。違うの。違う。交流にしろよ。交流、交流。ああ、そうですね。はい、体育があるので。体育、はい、はい。体育。なんか。交流振り合いにしろ。体育でどんな、うん、一般の大学の体育と一緒です。はい、なんかでもチーム戦みたいなことないよ。あ、そうです。男女で。どんなスポーツしたの今まで、うん、フリスビーとか。あ、女の子とフリスビー。そうなんですか。ただのデートや。ただの公園デートや。男子校の俺でも彼女ができたんじゃないですか。お、そうですね。できましたけど、今は。いないですけど。あ、でもできたってこと重要ですよ。何年生の時に、うん、?1 年生の時。あ、いいですね。あ、いいね。え、ちなみになんか、日本人の人。あ、そうです。はい。なんかどういう出会いで。ね、短期留学。ああ、はいはいはい。夏休みでありまして。はい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 。そこで出会った女の子と。はい、どこに行ったの。オーストラリアに行きました。オーストラリアにね。いいですね。どういう経緯で付き合ったか。午前中に授業があるので、はいはいはい、まあ午後は自由なんですよ。はいはいはい。午後はまあ日本人のみんなとか、はい、現地のみんなとか、はい、あのクラスの一緒だった人とかとは遊びに行くんですけど、はいはい、その中で仲良くなりました。ああ、いや、いいね、そんなんもね。絶対むしろ恋愛しない方が難しいよ。難しいよ。逆にね。その留学先での楽しかった話とか聞きたい、うん。ビーチにみんなで遊びに行ったりとか。あ、何それ。男子校でしょ。男子校です。そっちによく染まったのお前は本当に。出世しました。そんなさ、やっぱり国際経験をして、はい、ICU の卒業生がみんなどこに働いたい、就職したい。確かに。君は決まってんの？僕は決まってます、ね。はい、何系の会社行くの？アパレルですね。アパレル。就活は苦労しなかった。でもやっぱりその ICU だから英語できるんでしょうとか。ああ、そういうことか。留学経験あるんでしょうみたいな。うわー、なるほどね。帰国子女なんでしょうみたいな。うわー、もう英語ペラペラであっちも来る。まあでも英語自信あるわけやからね。まあ他の大学生に比べると自信あるんですけど、うん、やっぱり ICU の中だと低い方なんで。はい、ああ、だって同級恋愛してるもん。だから ICU はでもそういう国際色豊かな企業には結構強いというか、うん、受けるってことやね。じゃ ICU の留学生の方見つけました。はい。どちらの国から？中国。ああ、ここビー山だ。ミーヘン、ピャオリャン。なぜ ICU にしたんですか？うん、大学3年生の夏休みに日本語コース。ほー、サムコース取った。はいはい、
へぇ、あ、そうなんだ。え、大学は中国ですか？いや、大学はアメリカです。アメリカなんだ。なんて大学ですか？ユニバーシティオブワシントン。ワシントン大学、すごい。いや、すごいですよ、これは。すごいね、はい。レベル高いです。え、なんでそんなところから ICU に？ね。最初は、大学卒業して、はい、中国に帰って、はいはいはい。1年間、就職しました。おー、あー、就職も。中国でね。はい、つまらなかったと。はい。なるほど。ああ。へえ。え、そこでなんでアメリカじゃなくて日本や。日本に何でしたんですか。別の環境で生活して。へえ。ICU のいいところ教えてほしいなと思うんですけど。オープン。オープン。オープンね。まあ。私日本語そんなに上手じゃないから。はい、上手ですよ。うん、英語で。はいはい。で、あ、確かにね。確かに日本の変にね、形容とか忘れたとかやったら日本語で書かないといけないから。はいはいはい。確かに ICU、それがいいっすね。英語で書けるから。ね、留学生も来やすいんだ。と、今は寮生活とかですか？はい、あ、寮は楽しいですか？楽しい。あ、寮どんな感じなのか、ちょっとね、留学生目線で教えてほしいですね。あ、でも私は、はい、陰性なので、はい、私のフロアには全部は陰性です、はい。あ、陰性だけなんだ。陰性は留学生が多いです。ほー、はい。留学に来なくて、はい、一緒に。料理をする。あら、いいですね。え、ちょっとはい、僕、中国語で、お姉さんにちょっと伝えたいことがあるんですけど。ああ、いいですね。いいですか。中国の方、はい。え、ウォーメクイ、ジェフンマ。お何をしとんねん、お前は。キャンパス調査やから。あ、そうなんですね。すいません。不純な気持ち持ち込むな。すいません。失礼しました。というわけで ICU キャンパス調査やってきました。はい、皆さんどうでしたか ICU は。いや、あのね、 ICU やっぱ謎に包まれた大学でしたが、はい、まあ、教養学部ね、どういう風な勉強してるのかとか、うん、あと学生生活どんなものか分かりましたね、はい、結構入ってから大変そうでしたね。ね、すごいね。まあ、ただみんな英語できるようになるし、はい、あといろんな付き合い方があるんだなと思って、うんうん、はい、結構ユニークな大学のこと分かりました。留学も楽しそうでした。ちょ、僕も行きたいなと思いましたね。不純な目的じゃないよ。不純じゃないです。ちゃんと行きたいです。はい、はい、皆さんチャンネル登録と高評価、誰か追加と一緒のも絶対お願いします。じゃあ今日はこの辺で。Bye! Bye.